愛国者のゲームはアメリカ合衆国のベストセラー作家トム・クランシーが執筆し1987年に出版されたスリラー小説であるニューヨーク・タイムズのベストセラーリストで初登場1位となったハリソン・フォードがライアン役で主演した映画パトリオット・ゲームが1992年に公開された本作はジャック・ライアンシリーズ内の時系列で 容者なくの間接的な続編にあたり、シリーズの主人公であるジャック・ライアンを主役にした作品として、時系列的に最初の本である。この小説は、ライアンが、ロンドンでイギリス皇太子夫妻の誘拐を阻止したために、アイルランドの架空のテロリストグループ、アルスター解放軍の標的にされることに焦点を当てている。イギリス皇太子夫妻とその幼い息子に対する、 誘拐の試みがロンドンのザモールで起こった。この襲撃はアイルランド共和軍暫定派から分裂したイデオロギー的にも沢東思想で超過激なアイルランドのテロリストグループであるアルスター解放軍の構成員によって格索された。しかし、たまたま近くにいたジャック・ライアンが彼らの作戦を妨害し、襲撃者の一人であるショーン・ミラーを無力化し、 もう一人のジョン・マイケル・マクローリーを殺害した。銃撃戦の最中ライアンは抗戦しながら、マクローリーに肩を撃たれてしまう。ミラーは後で逮捕された。ライアンが肩の負傷を治している間に、ライアンは英国政府から名誉を与えられ、後に君爵死になる。一方、ミラーは誘拐未遂の罪で終身刑を宣告されるが、 ケビン・オドネル率いるアルスター解放軍の同胞が、ワイト島の厳重警備の刑務所に移送される途中で、ミラーを解放した。その後、彼らは北アフリカの砂漠にある秘密の訓練キャンプに、リビアの協力者の支援で逃げ込む。ミラーは、最近の作戦を失敗させたライアンへの復讐を誓う。ライアンはメリーランド州アナポリスにある、 アメリカ海軍兵学校で歴史の教職に戻り、アルスター解放軍が米国で彼を襲撃しないという事実に安堵した。彼の知らないうちに、ミラーはライアンと彼の家族を標的にした米国での作戦を始めることについて、上司のオトネルを説得し、それをするため、運動と呼ばれるアフリカ系アメリカ人の国内テロリストグループの協力を得ていた。 その作戦は復讐のための行動ではあるものの、それと同時に対抗勢力であるアイルランド共和軍暫定派がその攻撃の原因とされることでアメリカ人からの支援を減らすように計画された。ライアンを職場で殺すために送られた暗殺者はその任務をやり遂げる前に阻止される。しかし、ライアンの妻のキャシーと娘のサリーは ミラーの銃撃で二人の乗った車が高速道路で衝突させられた時に重傷を負い、その後治療のためにヘリコプターでメリーランド大学医療センターに搬送された。ライアンは家族が襲撃された後、中央情報局本部で分析官として働き始め、これまであまり知られていなかったアルスター解放軍に関する詳細情報の収集のため CIA からの申し出を受け入れる。 その後、イギリス皇太子夫妻がメリーランド州のライアンの自宅に訪れる。しかし、これが再び運動の力を借りアルスター解放軍に新たに襲撃する機会を与える。皇太子夫妻の訪問の夜、テロリストたちはライアンの家に奇襲を仕掛け、皇太子夫妻とライアンの家族を拘束する。ライアン宅の周囲のシークレットサービス隊員を含む幾人かの警備員が、 殺されたが、ダイアン、彼の友人の戦闘機パイロットであるロバート・ジャクソン、そして皇太子は、何とか数名のテロリストを殺すことに成功する。彼らは後に、地元警察、米国海兵隊、及び米国海軍兵学校の水兵から支援を受け、残ったテロリストが、コンテナ船で、国外脱出するのを阻止する。ダイアンは追い詰められたミラーに遭遇し彼を殺そうと、 するが、ライアンの銃の教官であるブレッケンリッチに悟される。アルスター解放軍のテロリストたちが逮捕された後、ライアンはアナポリスに到着し、息子のジャック・ライアン・ジュニアの誕生に立ち会う。愛国者のゲームは、ジョン・ル・カレ、レン・レートン、そしてロバート・ラ・ドラムによるスパイ小説中の敵対者に関する道徳的な曖昧さを覆したことで注目された。 この小説に関するマークセラシーニの評論によると、テロリストに対するクランシーの資料力各強い憲法は非常に必要で激しい。それは物理的に迫っている。と述べている。またセラシーニは、これらアイルランドの愛国者に対して同情の断片もないため、悪人に対するクランシーの理解できる憲法感はブルジョアである。と付け加えている。この小説は、 皇太子夫妻の存在のようなその他のゴシック要素だけでなく、ドラキュラ伯爵とその家族のような流れで政治的暴力を実践する歪んだ政治的不適合としてのアルスター解放軍の描写にもゴシックホラーのジャンルに影響を受けているとも言われてる。クランシーは百七十九年、後に出版される他の小説、レッド・オクトーバーを終え及び、クレムジンのスーキ教と一緒に、 愛国者のゲームの執筆を始めた。彼は、正確さと詳細への情熱について、次のように語っている。ロンドンで愛国者のゲームの調査をしていたとき、カメラ、クリップボード、テープレコーダーを持って20時間かけて、ザモールを歩き回り、冒頭のショーをぴったり演出して、私が書いた通りに確実に行われるようにしました。後に、子供たちをそこに連れて行ったとき、 これが、ジャック・ライアンが妻と娘を後ろに隠した木で、あれが、悪者が逃げ出した道だよ。ということができました。私は、私の読者に正しいことをする道徳的な義務を感じます。保険ビジネスでは、細部に注意を払わないと、お客様がすべてを失う可能性があります。医者もそうだし、警官も消防士もそうなのだから、作家もそうですよね。彼は、 小説の技術的詳細を強化したことで批判されたが、クランシーは愛国者のゲームが彼の最高傑作だと考えている。ジャック・ライアンが一番の敵であるショーン・ミラーを殺さず、生かす最後の場面の議論で、クランシーは次のように述べている。愛国者のゲームに寄せられた手紙の中で、彼はあの小さな野郎を殺すべきだった。という人はいませんでした。個人的に流行ったと思います。 あなたが私の子供たちに危害を加えたとすると、私はあなたを撃ち殺すでしょうね。あなたは私の子供に手を出してはいけません。でも私はジャック・ライアンではありません。彼は制御しなければなりません。彼は規則に従って対処します。商業的には愛国者のゲームは1987年8月2日の週にニューヨークタイムズのベストセラーリストで1位でデビューした。 それ以来、翌年までに上製本で106万3000部以上を売り上げた。本書は一般的に非常に肯定的な評判を得た。ニューヨークタイムズはこの作品を大衆小説の強力な作品であり、その筋書きは信じ難いとはいえ魅力的であり、その感情は普遍的であると称賛した。しかし、米国の書評誌、カーカスレビューの意見はまちまちで、 刺激的な銃撃戦や追跡、そして王室の多くの願望重足。しかし三分を強化する海軍の信憑性がなければ、クランシーは自ら出た魚であると述べている。本小説は長編映画化され、1992年6月5日に公開された。ジャック・ライアンはハリソン・フォードが演じ、ショーン・ミラーはショーン・ビーンが演じた。この映画は前作。 レッド・オクトーバーを終えの続編として注目されているが、原作では順序が逆になっている。さらに、アルスター解放軍の主要なターゲットとして、イギリス皇太子夫妻に代わり、北アイルランド国務長官であり、女王のいとこである、ホームズ卿が登場した。愛国者のゲームは2週間1位を獲得し、最終的には、 世界の興行収入で1億7805万1587ドルを売り上げた。おおむね好評を博しており、米国の映画評論サイト、ロッテントマトで33件の評価に基づいて73%のフレッシュの格付けを得た。逆に、この映画は、泥を食べるのは好きじゃないから、こいつらからは何も食べない。と言い、原作から大きく逸脱していると、 クランシーから告評された。原作の場面に対応するのは撮影台本に一つか二つの場面しかない。と、クランシーは後に付け加えた。彼らは私のキャラクターを使ったパトリオットゲームという映画を持っていますが、それは私の物語ではありません。彼は最終的に映画の反則資料から彼の名前を削除するよう求め、明らかな対抗手段として、 彼の別の小説、トータルフィアーズの権利を売却するために、パラマウント映画の同じチームと交渉に入った。2002年にこの映画が公開される頃には、クランシーは自分の本を映画化するという考えに冷静になっていた。ありがとうございます。